大洗のタワーにいます。ちょっと今からサンフラワーを見に行こうと思います。茨城県の大洗港で、すごい乗り物を見つけたということで駆けつけてきました。あれは何でしょうかね。近寄ってみたいと思います。フェリーターミナルです。これね、大洗から北海道まで行けるターミナルなんですけどね、こうやって、ね、大型トラックとかがどん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 フェリーに乗っていくわけですけども、何でしょうかあれは。岸田総理です。戦車です。すごくないですか。戦車です。戦車が北海道に行くんでしょうか。タイヤ付きの戦車ですね。うわー、あれがターミナルに乗るんでしょうか。あのタイヤのタイプの戦車はですね、テレビで岸田総理が乗ってくるの見たことあります。すごいですね。これはですね、お、戦車が入っていった。戦車が北海道に行くんでしょうね、これね。これサンフラワーです。茨城県大洗から苫小牧まで行く船ですね。バカでかいんですよこれ。これはですね、今目の前にいる車はフェリーに乗り込む まで待っている車ですね。このトラックたちもバカでか、5、6階建ての船ですね。サンフラワーに乗らないのにこんなところまで来てしまいました。なかなかいいです。僕はね、北海道苫小牧から大洗まで来たことあるんですね、バイクで。とてもいい旅でした。あ、バイクありますね。それから北海道に遊びに行くのか。いいですね。あそこまでが 4.5 メートルで、船の多分、ね、高さは20メーター、30メーターぐらいある。続きましてですね、サンフラワーの後に行ったところが、ずっとね、行ってみたかったなっていう神社があったんですよ。それがね、大洗磯前神社と言いまして、ここすげえ神社だったんですね。調べたら祭神がですね、民を難儀から救うために降臨された神ということで、二人神様がいるんですけども、大村地の御事、そしてもう一人が少な彦の御事ということで、多いと少ないが表現されてるんですね。そしてね、二人は力を合わせて心を一つにして、なんと天下を経営したらしいです。経営者の経営ね、天下を経営したと。そして何をやったかというと、まじない、おまじないのことですね。まじないや医療などの道を教え、日本の国の基礎を作った神様ですということで説明されております。これはね、もうとびきりびっくりしたんですけども、日本を作ったのはアマテラスの大御神、なんだっけ、あそこの島、四国の方の島とかね、ポン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 といろいろ作ったっていうのは知っていたんですけども、日本の基礎を作ったのは大洗磯前神社にいる大名無知の御事、そして少な彦の御事、もう一度いきましょうか。
大なむちの御事、つくなひこなの御事というダウンタウンの2人組みたいなね、こういうのをこの人らが作ったっていうことなんです、日本の基礎を。これは衝撃ですね。そしてね、もう一つびっくりすることはですね、社殿ですね。社殿は戦国時代の兵乱によって、まあ、焼けてしまったということなんですよ。まあ、みんな好きですね、その当時ね。みんな神社とか寺って焼きに行くということで、焼いてしまったと。しかしですね、江戸時代になって、水戸藩二代藩主徳川光圀。あの徳川光圀っていうことですかね。要は水戸光圀ってことなんでしょうか。わかんないですけどね。調べるのめんどくさいんで。調べないですけどね。今調べてますけど。その命令で、元禄3年、西暦で言うと1690年に社殿塔をまた再構築したと。そして三代綱枝公、要は徳川綱枝っていうんですかね。三代目はね。西暦で言うと1730年に完成したと。それが今の本殿ということで、要はね、二代目の徳川光圀が、おいっつって、作り直せよって言って、そして三代目の徳川綱枝の時に、本殿と拝殿とかが出来上がったと。そして本殿と拝殿は、彫刻、建築様式がですね、江戸初期の少ない建造物として、なんと県の文化財に指定されているということで、この情報を先に僕は調べてみておけば、もっと現地でね、ペラペラーっと喋れたはずなのに、何も見ずに行く、もうある、やっぱり YouTuber ではないのでね、失格なんでしょうね。もう全然伝えようとする気持ちが少ないっていうところで、今更ながら、そこのホームページを開いてね、得意げに喋ってるわけですけども、行った時は何も知りませんでした。はっきり言って。でっけえ鳥居だなーっていうぐらいのことしか知りませんでした。すごいですね。感動したのは、階段を上がってね、社殿で拝んで、戻るときに、こう社殿からですね、海の方を見ると、浮いているように見えるんですね。あの作りは結構少ないと思います。土日の大洗をね、海鮮はもうバイカーとかね、もう行列の長蛇の、並び方をしないと入れないんですけども、平日こんな感じです。今回はね、お魚天国さんに行ってみたいと思います。地震です。お魚食べた後に、その日はね、大洗の宿を取ったので、泊まりまして、翌朝まあまあ早起きしまして、大洗のね、卸売市場というところに繰り出しました。8時ジャストぐらいかな、着いたのが。もう釣り人がいっぱいいて、結構ポンポン釣れてる様子を見ながら、あら、魚いるじゃん、いるいる、あそこいるね、みたいな感じで、まず海を見てですね、俺も魚釣りやってみようかなって思ったりしたんですけども、そもそも僕は餌触れないじゃんって思ってやめたんですよ。冷凍のね、冷凍ができる、冷凍のあの、なんだ、新鮮なものを買っても、大丈夫なケースを持って行って、急遽ね、思いついたんで、この大洗の市場に行こうというのは、繰り出したわけですけども、朝の8時過ぎでもうお祭りのように盛り上がってましたね。どんだけ、実際こう、魚の市場って自分で行ったのってもう20歳ぐらいの時だったんで、あの時とはもう全く時代が違うから、どんなお魚がどれくらいの値段で売ってるのかなっていうのをね、
楽しみにしながら行きました。とてもね活気があって、市場のねスタッフさんがすごいやる気がありますね。もう魚も生き生きしてるけども、スタッフさんも生き生きしてましたね。そしてね、気づいたのは外国人のスタッフさんが多かった。おそらく派遣されて、割かし安い賃金で彼らは働いてるのかなと思うんですが、かなりね頑張ってる感ありましたね。なのでなんか買わなきゃいけないのかなって余計思いましたけど、これがブリですね。でっかいブリが1匹2500円、イカの刺身とかもありましたし、もうね解説しきれないです。僕はね魚詳しくないんで全然ね。これはアサリです。そしてこれはカレイです。サーモンです。これはですねズワイガニです。これ800円ですよ。こんなカニ入ってて、正月日本国民は何を騙されていいのか、これを1万円ぐらいで買ったりするわけですよ。10倍ぐらいですよ。これはなんだ、これはなんだ、これはタコです。すごいです。もう新鮮なんで床も濡れています。これはモロ切り身、わかんないですね。もうねお腹減っちゃう。これはねブラックタイヤが10本で700円ですよ。これ1匹70円ですよ。よくね定食屋行くってブラックタイガーの天ぷらとか食べると思うんですけど、それで1500円ぐらいすると思うんですけど、あれ1匹70円ですよ。70円ですよ、ね、市場ってすごいなと思いました。まだまだすごいですよ。これはね魚です。わかりません、魚です。魚が開かれています。開かれた町、魚です。そして、これがまたカニですね。これはメビカリ、ちょっとわかんないですけどね。これ日光って最初読んじゃって、おい日光は700円で売ってるよとか言ってたんですけど、これズワイガニ1匹600円。ズワイガニ買ってキャンプ場で味噌汁にぶち込もうかなと思ったんですけど、ちょっといろいろ工程が分かんなかったからやめたんですけどね。これは石なんとか、これはカレイでしょうか。1000円ですね。これは甘エビ800円。安いよっていう感じですごい盛り上がってましたね。これはドンコっていうんですかね、1匹300円。もう、さばき方も分かりません。これは貝ですね。ホヤ貝。むき、なんとかかんとか。これはホタテ。ホタテもね、食べようと思ったんですけど、ホタテはちょっと今回はやめて、魚一択にして。これ、タイですね。2匹で1000円ということで、こんないらないんだよなって、最初思ったんですよ。1匹500円で売ってくんないかなって交渉したんですけど、この交渉上手な僕でも、あ、それやってないつって一言で、断られまして、結果タイを6匹買ってしまったっていう。そしてね、何より僕はノドグロが大好きで、北陸に行くと絶対ノドグロを食べるんですけども、なんとノドグロが1匹800円で食べれました。あのノドグロはね、普通に石川県とか富山で食べたら、定食で3000円はするんですよ。で、1匹ね、関東から産地直送で送ってもらおうとすると4000円はするんですけど、なんと800円で買えたということで、とても海が余計綺麗に見えましたね。その後ね、仕入れたものを、リュックに、冷凍リュックに入れて、霞ヶ浦の方に行こうということで思いついてね。霞ヶ浦でキャンプして、タイとノドグロ食ったらうまいんじゃないのということで、行った時に見えた電車です。そして、霞ヶ浦の隣、北浦にキャンプ場があったんですね。あれは筑波山ですね。北浦に来てます。霞ヶ浦の隣、それでバーベキューできるみたいなんで、さっきの魚を焼きます。
大洗で取れた鯛です。こっち側捨てちゃうと切れちゃう。こっちに行くと笑わせよう。あんまり力入れすぎずに触れる感じです。第3匹とのどぐろ1匹です。ちょうど炭も取ってこの奥に本お刺身です。生でもいけるタイヤですね。最後期待します。生でも食べるやつと1匹まるまる食べるやつとかけるみたいなご飯と一緒にいただこうと。でも生きる魚を焼いてます。できました。自分は猫なんじゃないかなと思うぐらい必死に食べました。猫でした。僕は未だにノドグロをバーベキューで焼いてる人を見たことがあります。僕以外に見たことはありません。今炭の上に乗っかりました。定食屋食べたら全部完全します。産地直送だと俺1匹で4000円します。これはカリカリ焼きのサイズ。ホドグロが焼けました。身が分厚いので結構難しいんですね。